レイマンシーには、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。イタリア系アメリカ人。オハイオ州、ヤングスタウン出身。身長164センチメートル。元 WBA 世界ライト級王者。激しい戦闘スタイルから、旋風を表す、ブーンブーンブームブームのニックネームを持つ。本名は、レイモンド・マイケル・マンシーの。1979年10月18日、プロデビュー。 1981年3月12日、19戦目で、ナブフ、北米ライト級王座を獲得。7月19日、後の WBC 世界ライト級王者、ホセルイスラミレスに14回顧勝ちし、初防衛に成功した。1981年10月3日、21戦目で、WBC 世界ライト級王者、アレクシス・アルゲリオに挑戦し、14回顧負けで、 世界王座の獲得に失敗するとともに、キャリア初黒星となった。1982年5月8日、24戦目で WBA 世界ライト級王者アルツロフリアスに挑戦し、1回小勝ちで世界王座を獲得した。1982年7月24日、防衛戦でエルネスト・エスパーニャと対戦し、6回小勝ちで初防衛に成功した。 1982年11月13日、防衛戦で金独球と対戦し、14回小勝ちで2度目の防衛に成功した。金は試合後のリング上で意識を失い、病院に搬送されたが、4日後の11月17日に死去した。このリング下により、世界タイトル戦が15ラウンド制から12ラウンド制へ短縮されるきっかけとなった。 1984年1月14日、防衛戦でボビー・チャコンと対戦し、3回 TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。1984年6月1日、5度目の防衛戦でリビングストン・ブランブルと対戦し、14回 TKO 負けで王座から陥落した。1985年2月16日、王者リビングストン・ブランブルと再戦し、 15回判定負けで王座返り咲きならず、1989年3月6日、4年ぶりの復帰戦となった WBO 世界ジュニアウェルター級王座決定戦でヘクターカマチョと対戦し、12回判定負けで2階級制覇ならず、1992年4月3日、3年ぶりの復帰戦となったナブフ、北米ジュニアウェルター級王座決定戦で、 グレグ方言と対戦し、7回 TK を負け、この試合を最後に引退した。ありがとうございます。